はい、どうも、イゾログでーす。はい。で、今日は、まあ、こんな感じの生活をしてますと、いう感じですね。まあ、一応、19の、3時には次の短期のバイトのところに着かなくちゃいけないので、それまでに、ちょっとできることをやっておこうかと思えば、まあ、ちょっとお金がないということで、まあ、どこまで柿の木を切ろうかなと思ったんだけど、まあ、一応、はしごと、高枝切りチェーンソーは届いたんだけども、なんとその高枝切りチェーンソーは案の定じゃなくて、まあ、っていう感じで、電動だったんだわ。で、電気が水道引く気がないんだよね。まあ、どうせ半月しか今年はいない、今回はいないし、で、全部一斉の瀬で始めれるのが来年のゴールデンウィークからっていうふうに決めているから、まあ、ちょっとね、どうしようかなっていう感じ。まあ、電気が水道がない、こういう生活っていうのもめちゃくちゃいいんだよね。だからやっぱり日没までに何をどうやって終わらせようかなっていう頭になるから、ある意味いいんじゃんっていう感じですね。まあ一応今日は晩餐というか、あれっすね。一応こういう生活も動画で撮ったらいいんじゃないってさっき電話で大学の先輩と話していたんで、まあこんな生活です。はい。まあ一応、ここの部屋で寝泊まりしてますね。まあ一応、なんて言えばいい。この部屋が一番こう、広く、まあ狭い方がいいんだけど、なんだろう、向こうの大広間よりかはこう、狭いので、まあ多少はあったかいんだよね。で、ここ、今いるのは台所の隣なんだけれども、あのね、めちゃくちゃ床が冷たいんだよね、ここ。まあ、この発泡スチロール製のあったかい床があるんだけど、いかんせんあっちがちょっと、納屋だから結構寒いんよね。だからま、ここがベストっていう感じで今寝袋、あんな感じになってます。で、寝袋もう一枚ないと厳しいっす。それかテントを張った方があったかいっす。マジで。電気が水道はまだ引けないの で、あとまだちょっとね、手直しをする資材を買うお金と、モラーダ本格的にジモティのユーザーを通して活動してないんで、まあちょっとあれなんよね。まあ資金が足りてないと。まああと道具をね、あと、発力機とかね、全部電動で揃える気ではいるんで、まあ全部電動に偏ってるっていうのが一番ちょっと痛いとこだよね。電気が水道引かないって言ってるくせにね。まあ一応来年のゴールデンウィークで電気が水道引ければ、ぼちぼち始められるし、まあ一応ね、部屋のね、あれ、高枝切りチェーンソー、来ました。高枝健太郎くん。AC100V 600W。ね。てっきりね、エンジンのやつがついていると思って買ったらこのざまですよ。なんで柿の木を切れません。で、脚立がね、来たんで、脚立来たんで、あれですね。まあ一応、まあ NHK 対策、まあこの田舎で来るか分かんないけど、まあ一応アンテナを全部取っちゃって、今ここにある黒いコードあるんだけど、これが屋根までこうビャーって伸びてるから、これを一旦引きちぎ、取っちゃいます。別にテレビは置く必要も置く気もないんで。はい。
まあそれこまでやって、あとは屋根の上登ってアンテナをぶっこ抜いてまでやって、ちょっと静岡行こうかなっていう感じです。まああれだよね、指名手配中の逃亡犯みたいな、ね、何度も言ってるけど、本当に指名手配中の逃亡犯がさ、そこら辺の廃屋に住んで生活したらこんな感じなんだろうなぁなんて思いながらやってます。はい。まあ一応エアコンとかあるけど、室外機とかもちょっと、まあ来年オーバーホール、まあ水、電気が水道引いて、まあガスは引かないか。ガスはまだいいか。まあガスはね、給湯器1台しかなくて、お風呂は何で沸かしてるかっつったら石油なんだよね、ここ。灯油式の超でっかいボイラーがあるんだけど。まあそれでやってるんで、正直ね、ガスがいらない。給湯器だけだからガスがいらない。ガス代も正直いらないかなって感じですね。なんでかっていうと、ガスの元栓がガス代使うところよりも高い位置にあるから俺怖くて嫌なんで、灯油式コンロを置いちゃおうかなって感じで、もう灯油式コンロを置いて、簡易宿泊の申請が通るのかっていうところですね。で、まあ一応季節限定でしかやんないんで、まあ最初そこからプレオープンっていう感じで、まあ壁をぶっ壊してぶっ壊してぶっ壊しまくって断熱材入れて入れて突っ込んでっていうところから来年ゴールデンウィーク始めます。はい。で、次、静岡のみかん狩りのバイト、今年はし、あの、愛媛じゃないんだけど、入寮するのにね、会社の名義で借り上げた寮に俺が入寮するのに、それの敷金、礼金みたいなものを俺が3万円払わないといけないっていうのに納得はしていません。では。